はようございます。おはようございます。はい。今日はわざわざありがとうございます。はい。本当に。なんすか。いや、初めてのメインじゃないですか。今日こそ本当の。この前メインじゃないの。あれはちょっと違ったメインでしたけど。あれはドッキリが持つだけだけ。そうですね。今日は本当のメインでやらせていただけたらなと。でも本当にすごいありがたいことに、はい、あの動画を見て翌実ぐらい、はいはいはい、神奈川県から3人で来てくれた人、ね、めちゃくちゃ酔っ払ってたけどね、3人で来てマジっすか、うん、ちょっとでもめちゃいい人たちで、行きたかったっす、まあ、でもありがたいですよね、ありがとうございました、はい、本当に視聴者の皆さんの中からね、育ててきてくれると感謝しております、はい、ありがとうございました、はい、6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。でそこでですね、で、はい普段鳥ショーをやってるじゃないですか、うん、でも鳥ショーとは別で木下さんお昼の仕事もしてるじゃないですか、うんうん、そちらのお話を聞かせていただけたらなと。お昼の仕事、はい、なんかもう分かりやすい言葉で言うと遺品整理って聞いたことあると思うんだけど、要するに片付け、他人の依頼された人、そうお客さんのものを片付けたりとか、はいはい、売ったりとかいろんなことをやって処分してったりとか、うんうんうん、っていうその整理。僕の場合はどちらかというと不動産屋さんだったりとか、はい、事業の方だったりとか、うん、弁護士さんとか司法書士さんとか相続にまつわるような不動産の物件をその後どうするか、はい、解体するのかリフォームして転売するのかに基づき、家の中のものを空にしたい、はいはいはい、から全部片付けてください、うん、っていうのが多いんだけど、よく一番聞かれるのは悲惨な現場ありましたみたいな。まあ、そうですよね、そうなっちゃいますよね、うん、なんだけど、はい、まず大前提としてね、その場所に行くような業者さんももちろんいるんだけど、はい、僕らのところにその案件が回ってくる時には、例えばそこで誰かが亡くなってたりとかしても、はいはいはい、まずもう警察が介入してるしとか、まあ、家族が一旦あれしてもう売却された後とか、はいはい、一旦ね不動産屋に売却された後とか、もう人がいなくなってからだから、まあ、じゃ ある程度片付いた時からですね。ゴミ屋敷のまんまではあるんだけど、だからそんな例えば火曜サスペンスみたいな現場で、まあ、そうです、ドア開けた瞬間テレレレテレレレみたいなのはない、もうないですよね、それはない。ただ例えば、中には孤独死だったりとか、でもう今日本でもやっぱり減らないんだけど自殺だったりとか、はいはいはい、そういう案件で例えば発見が少し遅くて人間そのものっていうのはないんだけど、ちょっと形がこう体液に残っちゃってるとか、匂いがすごいとか、そういうのはあるんですか。そういうのはたまにある。普段で言ったら僕こんな見た目なのに虫が大嫌いなんだけど。そうなんですか。マジで意外なんですけど、虫マジ嫌い、蜘蛛の巣かかっただけでうわっ、めちゃくちゃ意外なんですけど、 それぐらい嫌いなんだけど、現場で出会う虫たちはもう慣れちゃった。じゃあそんな中で、うん、ガチで一番もう過去一ヤバいと自分の中でも驚いたりヤバかった話とかないですか、うん、いや何個かあるよ。まず一番初めて、もう何年も前なんだけど、はい、初めてやったゴミ屋敷はよくあるなんていうの、こう公共の団地みたいな、はいはいはい、県営住宅だったり市営住宅だったり、まず扉をこう開けるじゃん、はい、開けるともう匂いも虫もちょっとやばいって聞いてて、その玄関開けた瞬間ですか。そう、開けたら第一歩踏み出しがこの机あるじゃん、はい、このぐらいの高さあるの。え、ゴミで奥に進むためにこう人が通れるだけの道はあるわけよ。はいはいはい、あギリ道足の踏み場はあるみたいな。そう、動線はあるんだけど、その動線の上このぐらいまでみんなと思って。やばすぎない。で、虫がいるから、うん、その現場を片付け始める前に部屋中にもうバルサンを抱いて、はいはいはい、あ、もうとりあえず虫だけ殺して、そう一回やってから入った。その家は、はい、認知症の人、一人暮らしだったんですか。一人暮らし、で、まだ亡くなってなかったんだけど、はいはいはい、なんていうのかな、もうこれが僕そのまあ、一応専門ではあるんだけど、正しい言葉遣いをしてるかどうかわかんないんだけど、あの認知症とかになってたりとか、もう高齢で動かなくなってくる、はい、とセルフネグレクトって言って片付けができない人が増えてくるんだけど、自分のパーソナルスペースというかさ、あ、もう手が届く範囲とかそうに全部ある、はいはいはい、リモコンだったりとかそこで全部やっちゃう、はいはい、で食べたものは
袋を縛っ て、ね、そのままでみたいな感じなところとかあるんだけど、その家はトイレにたどり着けなくて、はい、ゴミで動けなくて、そうそうそう、多分トイレに行けなくなってからは部屋のどこででも多分してたと思う。片付けながら片付けながらトイレ開けたら便器があるじゃん、はい、ここがもこってる、もう詰まってて、はい、もうそのもこはあのその人の排便だからもうハエとかすごい、ね、えもう流してない、もう流せないから詰まってて、流れない、とか、あとまあなんか外国人の人、はい、外国人の人で、まあ、夜逃げしちゃった家とか、この家ね虫がすごくて、冷蔵庫、はい、冷蔵庫壁にちょっとくっついてて、でブワッて引いてみたらそんなにいるとは思えないぐらいのゴキブリが、うわ気持ち悪い、虫やばい、鳥肌やばいんですけど、スタッフ悲鳴あげたもん、いやなりますって話聞いただけで怒れそう。でコンロのね鍋があったの、はい、で鍋の上に蓋がないからお皿で蓋がしてあったわけ、はいはいはい、はい、ただちょっと匂いがしたわけやばそう、蓋したまんまこうやってちょっと持ったら、あ中入っておる、うわ、でそのお皿、はい、お皿が蓋になってたから皿をパッて取ったら皿の裏側が全部ウジ虫、ドドドドドド、気持ち悪い、待ってください、ちょっと気持ち悪くなってきました、すごいでしょまあでもこれって本当にあの今後ね、はい、例えば、まあ、これから一番近いのは僕ら世代かな、僕ら世代の親とか、うん、お父さんお母さんとか誰にとっても身近な話になってくるっていうか、うちは多分大丈夫っていうのが何を定義に決めれるかってないわけじゃん。確かに、まあ、いつ何がおるか分かんないですもんね、うん、今日のこの動画で言うんであれば、一個テーマを決めるんであれば認知症かな、避けられるもんでもないし、まあ、確かに、ただ周りの人のサポートで多少重度になるのか軽度になるのかとか、やっぱり変えてけれる働きかけはできるかなっていう、一応お客さんの情報とかも聞いたりとかするから、はいはい、どんな人が住んでたのか統計でいくと、だらしない人がなるっていう感じじゃん、ゴミ屋敷、まあ、確かにそういうイメージがありますよね、うん、だけど、まあ、それなりの年になってゴミ屋敷になってくるところって、まあ、大体しっかりしてた人ほどなる。今まで俺が何件もやったうちのゴミ屋敷、学校の先生とか、大学の教授とか、もうそんなめっちゃしっかりしそうですもんね、認知症なんかほど遠そうな人ほど、そうでしょ、はい、でもそういう人があのなってる。まず原因として、学校の先生とかってさ普段しっかりしてるんだよね、確かにめっちゃでもしっかりしてた人たちが、学校の先生とかって60とか65とかでも定年ならない人とか、まあ、結構な年まで働けれるじゃん、はいはいはい、定年と同時に例えば夫婦でおっても片っぽ他界してるとさ、一気に社会とのコミュニティがなくなるんだよね、まあ、確かにそうですよね、学校もなくなってても、そう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 、だから普段はしっかりしてたのにやらなくてよくなるみたいな、お父さんがむちゃくちゃ厳しい人で、お母さんがもう常に掃除とかむちゃくちゃ綺麗にさせられてる、はい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 、うん、お父さんが死んだ瞬間何もやらなくなってゴミ屋敷になる人とかで、これが不思議なのが一回あったんだけど、まあまあなお家、綺麗なお家、はい、ウッドデッキがあってとか、外のお庭も綺麗になってて、なんだけどドア開けた瞬間から家の中は全部ゴミ屋敷みたいな、外だけはめっちゃ綺麗だけど、だから人から見られるところは綺麗にするんだね。だからその女性の方で服が好きとか、はいはいはい、そういうなんかおしゃれを普段おしゃれを人から見られることを気にしてた人たちは多分外から見えるところはすっげえ綺麗にしてるんだけど、中に入ると自分のエリアになるともうぐちゃぐちゃになっちゃう、もうそれは気にならないですよね、多分見られないから、そう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 、だからその家ね、衣類だけで2トン車いっぱいある、すっごい、うん、それぐらい、こんなに服いります、まあ確かに、1回来たらもう捨ててるレベルですよそれ、そうそう、あとさやっぱ昔の人ってさ物を捨てれないからさ、あこの視聴者の皆さんもちょっと想像してみてくださいね、実家とかいろんなところ、はい、今お父さんお母さんが2人で住んでます、はいね、でまあ、昔に比べて家に来客することって、来客がたくさんの人が訪れるって今まああんまりないと思うんだよね、まあ、確かに、だけど布団のセットが10セット20セット置いてある家ってない、押し入れに布団が、ばあちゃんとか多いですよね多分そういうのが、
おばあちゃん一人で住んでんのに部署そんなにいりますみたいな。確かに、うん、でこれを例えば不動産の売却の時に一気に捨てないといけない、片付けないといけないってなったら、やっぱり布団ってかさばるし重量も取るし、僕らみたいな業者が片付けると金額が増す理由にはなるんだよね。だけどこれが例えばまだね、おじいちゃんおばあちゃん健在で周りの人たちも手伝えれる状態で、それをもう認識してるのであれば、はい、元気なうちに布団なんて一個ずつ減らしていきましょうっていう。衣類もそう、女性の人でもそうだけど、高い服ってなかなか捨てられなかったりとか、まあ、確かにこれ買っちゃったしぐらいの感じ、捨てないですね。僕の見解、1年金買ったらほぼほぼ着ない、まあ、確かに、うん、確かに。だから僕はこの仕事をやりだしてとにかく物を買わなくなった。もうあるものだけでみたいな。そうそうそう、あ、衣類も1年金買ったらもうほぼ捨てる。まあ、たまにさ、お母さん車運転できないから家族がたまに週末に来て買い物連れてってあげるみたいな、はいはい、そうやってやってる家族の人もいると思うんだよね、中には。はいはい、そうすると何回も買いに行くの嫌だから、トイレットペーパーとかティッシュペーパーむちゃくちゃ買いだめする人とか、水とか、あ、一部屋そればっかりに行くとかあるからね。トイレットペーパーとティッシュペーパーばっかりみたいな。それで外に出なくなる、はいはい、だからそれがまた認知を悪化させる原因。あ、じゃあもうそういうのやめてなるべく外に出た方がいいってことですか。とにかく外に出ることと社会とのコミュニティを消さないことで、家族が常に出入りしてあげる、なるべくね、やっぱり、まあ、週 2,3 ぐらいは、うん、出入りしてあげて買いだめとかをさせないとかさ、はいはい、うん、そういうことで外に連れ出す、ね、やっぱり、うん、とか仕事を定年で辞めたりとか、まあ、お父さんが他界してやることがなくなったり、はいはい、ってなったら無理やりでもいいからなんか趣味とかを持たせた方がいい。そういうコミュニティを探してあげる、うん、とか、まあ、今だったらテレビ電話してあげるとか、まあ、せめて、うん、せめて遠くて行けないとかであれば、はいはいはい、でもこれは本当に視聴者の皆さん、うちの親は大丈夫って思わない方がいいかな。今本当に認知症って増えてきてるので、僕らが想像できないぐらい親が変わっていっちゃうから、少しでも関わりを持つように、なるべく会話と接してあげる。とび職の方、ご参加お待ちしております。思い出したけどまだ他にもいっぱいあると思うけど、でも絶対ゴミ屋敷とかっていうのは本当誰の周りにでも起こりうる可能性があるから、なくなりそうにはなさそうですね。あとは、みんなバン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 捨ててるんだけど、案外その中にお金になるものとかもあるから。へえ、そうなんですか。もし名古屋、ね、名古屋東海エリア界隈でうちもしかしたらみたいな人いたら、別に塗り替え担当してね、はい、行ってくれたら本当僕無料見積もりも行くし、東海3県、東海3県でもここでも、はい、相談も無料で取るから、例えばもうこれからどうやって片付けようっていう。ありがとうございました、はい、本日はたくさん来ていただいて、わざわざ、はい、こんなんでいいのかな、はい、大丈夫です。誰もいないのに呼ばれるっていうね、うん、社長すらいないです今日。本当にね、なんかちょっとあれだな、扱い変わってきたな。なんでですか。俺のちょっとなんか、ですか、塗り替えが俺のこと大事にしてくれてるありがとうございました、はい、じゃあ最後に、はい、じゃあ、また見てねーですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい。